この山は多分ロッククライミングやる人たちが登る山でしょうね。来ませんので、これからバスの上のところまで渡っていきます。結構ハードな道ですね。急斜面だ。でもあそこに私だけかと思ったら歩いてる人がいましたね。見てますよ。いますね。どこから行ってきたの？あそこからだな。ここからずっとじんわりと途中雪の上を滑りながら岩にこういうマークがしてあって、これを頼りに岩だらけですね。もう道がちょっと本格的まで行かないですけど、結構辛い道ですね。で、まだ麓は遥か先という、あそこに何やらレストランみたいなのがありますね。まだ時間はたっぷりあるので、ゆっくり歩いていきます。歩いてるうちにどんどん雲がなくなっているようで、あの山は何か知りませんが、多分有名な山だと思います。ここに来る計画は、今日の朝決めて、まあ、あまり人が来ないところらしいですけど、朝乗ったバスで、日本人が一人他にいましたけど、その人はベテランの人で、このコースを選ぶのは今日は非常にラッキーだと言われました。普段はこんなに晴れたりしないそうで、ビギナーズラックというやつですね。まだ2000メートル弱ぐらいの高さなので、30分ぐらい歩くと息が上がるので、休憩しながら、景色もなんかどんどん良くなって、名前は知りませんが有名な山々が頂上が見えるようになってきましたね。ずっと右の方はまだ雲がかかってますけど、まあかなりラッキーな日じゃなかったんでしょうか。